皆さん、こんにちは。ハリネズミ検証生活です。えー、最近ちょっとね、動画撮るのが夜に撮れなくて、えー、まあちょっと、はい、ちょっとバタバタしてる時に撮っております。えー、まあ買い物とかね、あんまり行けてなくて、検証なんですけど、あの後、キリンのですね、あの、東急、オタふク、キリン、 ビバレッジ、キリンあと上島コーヒーのやつ東急コースもう一つ届いてそれを今ちょっと取り寄せ中転送中でございますはいはいでですねあれが2個当たってでって感じあとはねちょっとねもう整理してると6月末でお釈迦ポンが結構出てきて。 本当になんかあの、ショック。なんだろう。うん水族館の件は本当なんか、憤りを感じてる。あ、映画の件もおしゃかぽになってるし、あの、もう、なんだもうこの、期限なくせばいいのにって、本当になんか、なん,なんで期限つけんだよって、ちょっと思っております。はい。で、 今から稲毛屋の検証を中心にお話しさせる。稲毛屋はなんかね、ウェブオーブと絡めると、7種類ぐらいいけちゃう。7種類ぐらい絡めていけちゃう感じですね。まあ、ウェブがあれば、一つで、一つのレシートで、あのー、なんていうのかなこうそう、対象商品だけを買って、金額、 ちょっと高くても頑張れちゃうっていう。で、これですね、えー、これちょっとあの2000円オーバーなので、この立チヒビーチ。これ何やんのバーベキューをやるから2000円なのかちょっとその辺がわかんないんですけど、20組80名様。これはあの、マックス4人家族をご招待みたいな感じで20組で80名なんですね。応募進めていくと、何名 ですかみたいな代表者がいて3人まで OK みたいな感じこれはちょっとねあのー、なんだろうど子ど子どがちょっと大きい年齢の人は抽選で親子っつってもちょっともう中学生以降の子供だと一緒に行かないよねって思いました。もう10月26日のやつだよ 長くない期間がはいで稲毛屋は割と稲毛屋も割とあの売ってないものが検証の対象商品になったりとかしますでこちらがですね真夏に幸せをゲットこちらは全いろいろですねもうそんな時期なんだお中元が来ました一番手お中元 何月,7月ああそういう時期なんだ宇宙ゲの時期なんだなるほどなるほどはいはい宇宙ゲが届きましたそして、えー、こちらですねえー、稲毛こちらですねってあーあとなんかね来てたなクオール逆曲 私がさ、あんまり開封の儀結構人気なんだけど、開封の儀で、毎回毎回毎日毎日検証が当たらないから、その届いてるものを開封してると、結構株主委員会て融合させてる人、なんかで、ね、株主で検証が好きな人って多いみたいね。だからちょっと株の話は無駄じゃないのかなと思いますが、 メインはしません。なぜかというと、めんどくさいやからに絡まれたくないからです。これ今なんかさ、えー、YouTube? なんか、大手の人失敗コーと,とかが、再生回数だか、広告単行が下がったとかで、なんか、うん、そんなこと言ってますけど、私なんかワンコイン税は全然変わんない。いあ,あと、こんなので、あの、なんつうのかな。 切り抜きとかって切り抜きが収益がつかなくなったとかさそんなのとかも全然なんか関係なくそれどころかセブンちびのすけのアカウントはですね収益がすげえなんかあの上がってびっくりですよワンコイン以上ですよ私負けてるんだよ今登録者数も負けてるし広告収益も負けてんだよちょっとやばくないですか ガンガン見てください。ガンガン見てください。飛ばさずガンガン見てください。はい。あの、一定数を検証したんですけど、ショートは回数回らないとお金にならないんで、ショートで勝負するんだったら、パス登録者数と再生回数を持ってないときついなっていうのがありまして、私のチャンネルの方はクソ長い動画をダラ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 毎日喋る。毎日喋るから、毎日喋ってやってるから、 いや他のことをメインに生活してるんで YouTuber ーーじゃないんで私は。なのでですね、あのまあ、これに時間をかけられない。まあ、1時間って 15分か20分、2 2 30分ぐらいでも動画投稿に時間かかるんでアップまでに、家の中でアップしようとして、Wi-Fi のうち 5G なのに、そこからアップするだけでも2、30分かかって、クソの時は1時間以上かかったりとかするんで、アップするのに時間かかるっていうところでですねう、うあの、1時間の動画アップするのに1時間半ぐらいなんか編集しないで、 かかるわけですよ一日って24時間しかないのにそのもう1時間半とかですね奪わ失ってしまうのでそれがもう限界できる限界なんで脳編集画像がいまいちなんでラジオ感覚で聞いていただいてしかもクソ長いので2倍速で聞いていただけるとちょうどいいんじゃないかなとあえてそんなに早く喋れませんあのー、早く喋る人はい,いるんだよ 木島さんとかメンタリストとかは簡潔に短くか早くあの早る喋るそういう人たちは2倍速にすると何言ってるか分かんないんでダメなんですけどあの私なんかのは2倍速で聞いても全然大丈夫声も2倍速で聞くとまあいい感じになるような気がします早い方がね。遅い方がこう,のぶとくこう あ怖いって感じになるわけだから、早く聞けばちょっとお姉さんに聞こえるんじゃないかと。こちら、デンタルポリス。ポリス。デンタルポリス。これはですね、なんかの、えっ、ー、と、株主渋待でもらったときに、えーフ、ファーマライズかなかなんかでもらったときに、すげえね、臭いんだよ。これを使って、歯ブラシで歯を磨くと、すげえ臭いの。 なんか薬、薬草って、もう、もう、ありえないくらい歯ブラシが臭くなるんだけど、口の中の方は、むちゃくちゃさっぱりして、むっちゃありえないくらいなんかいい感じなんですよ。で、これ、クオール薬局で、これ、こうやって飾ってあって、売ってるんだけど、意外と高いね値段が。1000円以上する、クソ高い歯磨き粉なんですね、これ。うん、1000円以上する、クソ高い歯磨き粉なんです。はい。これ。 ほんと臭いよこれ歯磨き、歯ブラシが臭くなるからもうなんか歯ブラシの交換ペースが速くなるっていうね感じなんですでもこれをで磨くとすごいさっぱりするんですそんでちなみにこれはなんかの昔の私の時にはなんかもうこんななんかあのなんだろう <laughs> どんつこのこのアルミ っていうのこれ何で入ってんのなんかすごいねなんかねクソなんだよ。キャップもこれだしさで私キャップ外したまま放置する癖があるんで,であとは私は歯磨き粉真ん中から押す人下から押す人ってなんか性格で分かれるっていうのを聞いたことあるんですけど私はこう下から押すタイプで下から押すとキャップをしないと圧でこう出てくるんですよ。 もうね、なんか、うん、不快にはなるんですけど歯磨き粉って研磨剤なんでちなみにそれであの風呂場を掃除するとまあきにはなりますでももったいないですね洗剤としてこれ意外と高い歯,歯磨き粉なのではいでまあちょっと使ってみたいなと思って他に欲しいものも体温計とかもさ何個もあったっていらねえじゃんって、うん、思ってちょっとこれにしました今回は。 デンタルポリスこれですねまともにクォール薬局とかで買うとクソタケでございますがなんかあのヤフオクとかこれの価値が分かってないやつは800円ぐらいでう売りさばいたりとかするわけでまあ得かのただくな化粧品とかさ賞味期限がさ分かんないやつ。 怖いよねっていう私、化粧品なんかメルカリで絶対買いたくねえけどなって思うんですけど、まあ一定そうなんか、人の使ったやつでもオッケーみたいな人がいるんで、いいかな。まあそれは人それぞれかなと思ったりします。あとはね、これ。これすごい欲しかったんで、もらって嬉しかった。これなんかね、タクトとかっていう雑誌の、あの、すごいなんかあの、 ありえないくらいの2、2名様枠の当選の日お品ですね。これは、徳島県産何みかん和缶あ、うーん、もうすごいみかん臭がする。うーん。アロマ。これの匂いだったらまだいいんじゃない私昔アロマテラピー腹まったことがあって、 あのオイルつけてこれやったりとかするんだけど毎日日帰りで日替わりであの匂いを変えたいとかって思ってやったらだけ分かんない匂いになってあダメだこれやって思ってやめた。うん、んいろいろ、えー、まあ香りをやるんだったら同じ香りでずっと統一しないとダメだよねみたいな。 うーん。みかん系の、これ、すだちオイルとみかんオイル。これ何みかん。ゆこうオイルゆこうって何みかん系みかんかなんかみかんの匂いしますね。徳島。徳島です。徳島。徳島ってすだちだよね。うん。あ、なると金時？ときなるときんで、開封。 なんか壁の集体を開封してる人、検証で増えてますけど、あの、これ、頑張って毎日毎日、クソ1時間の動画をアップしたとしてもワンコインですからね。夢も希望もないよ、まずに。なんか、絶望ラインコうがさ、あれ、すごいね、30万再生とかだから、全然絶望じゃないんだよ。でも、絶望みたいなことを言うんだよ。あれがキャラでやってるんだろうけど、いやぁ、いちいち、なんか、マイナス思考。 顔もね、不幸みたいなな感じなんだよ絶対この人と結婚したくないってね思う感じうんお金は得,得れたとしても不幸のオーラをまき散らかしていいんだろうかってうんでも本質が分かってる人はあの人と結婚するのかないやでもうざい面倒くさいななんか音楽もやっててうん 作業ならの音楽とかねあれは何な,な,な,んなんだろうあれはひどいい音楽的センスは全くないと思うだからその絶望感を YouTube にアップしてなんかあのあこ,こ,いこんなやつが頑張ってるんだったらいや肉をこ焼肉を普通に外で牛角でもよ食べれたら自分は幸せみたいな感じの需要でいいのかもしれない。 でも顔は高須幹也に似てて、高須幹也なんかはむちゃくちゃお金持ちなわけでしょそうするとさ、うん、二曲家だなって思いましたね。顔が同じでも。高須幹也をね、高須克也先生のむ息子で、美容、外科医でしょ美容整形の外科医でしょだからもう本業だけでも相当お金持ちで。う でもそのお金持ち感を出さないで、独自のちょっとなんか変わった感でやってんのかな。でも頭がいいんで、解説系とかを、なんか物事を、あの、解説するのにはすごい適してる。医学的検知からも言えるし、あやっぱ頭のいい人は解説いいよな、みたいな。だ医者だからさ、バカでは医者限界があるよ。うんなんか すっごいバカでも医者にはなれるっていうのはなんとなくねあの大学でさ東海大学とかさなんかあの北さ里大学とかさその辺の偏差値とかなんかは四十何とかだっで一応大学生にはなれてもかすけんわかんないと思うからねこれうざいなマジにどうやったらこれ立てられる、うん、ちょっと画面画面を 7月7日から7月21日まではサントリーになるので、最近全然これ当たってないんだよ、ワグーキャンペーン。まあ,あんま応募してないっていうのも正直なところなんですが、えーちょっとこれ、サントリーのペットボトル600とかは消費するんで、あの、家で飲む分には2リットルのお茶でいいんだけど、外行くときに、ここのお茶ね、あった方がいいかなと。ん、私的には、 えもえー、お茶の中でサントリーが嫌いなんで私は会社的にサントリーという会社がですね嫌いなので極力飲まないようにしてますもうピチッと私はあの今まで特茶結構、あのー、なんか、あのー、信じて飲んでたんだけどサントリーの会社がものすごいなんか嫌だなと思ったのでそこからもサントリー不安運動を、えー、個人でしめやかにやっておりまして。 まあドラえもんがねキャラで「ドラえもんのねバーコード送って」とかって言ってまあキャンペーンとかもあったりとかするけど、まあ、極力もうお茶があったとしたらう多いお茶と伊藤園の方とキリンのビバレッジの方の生お茶を買ってるって感じ結構大事よ会社の,あのカラーとかって大事よサントリーね好きじゃない。 はっきりよサントリー好きじゃない。はい。なので、まあ私一人がね、不買運動、不買活動をしたとしても、大して会社には響かないですけど、でもなんかあの、すごい大事よ。あの、会社に実際に会社の株主総会とかなんかに行って、サントリーめっちゃパワハラみたいな、ジジイが、 い,っぱいいいっっぱるんで、なな会社だなーって有能な人は結構ね外国人の有能な人とかが結構いっぱいいる中でクソみたいなあのもう特茶お前サントリーのサイン特茶飲んでないのお前っていうようなかじじがはびこってるからあー残念みたいなあのキリンの方は キリンの方はキリンビバレッジとキリンとあのー、まあビバレッジの方がドリンクを作っていてソフトドリンクみたいなやつねお、あのー、生茶とか作ってるんでちょっとキリンの社員を見ると、あのー、お酒の方のねこう売り上げとかお酒の方のが主流になってまあ方向見る人からするとクソですよ って思うかもしれない酒屋の人とか,なんかあの酒屋スタートでコンビニになった人酒屋ベースのコンビニみたいなやつをやってる人なんかはもうその販売店を無視するなみたいな感じでむちゃくちゃ株主総会とか長くてもヒストリーから始まるからさ何かも朝から10時ぐらいから始まって3時ぐらいまでやってる勢いの株主総会だったりとかするんですけど。 あーなんか今回はファンケルを買収したりしてど,どう何,何をするのあの多分多分ですよキリンの方もあの朝日に対抗してですねちょっとサプリとかさそういうやつとかをあの強化していくのかなとちょっとお世話かれませんけどなんかねまあ 横浜の企業がきりに買収されると、ちょっと。なあと思いました。あの、なんか。来てましたよね。これが。本気で公開買い付け、なんとか。な <laughs> んかいる。これ、すんごい、なんか。この。重い。やつが。うん、うめが。すごい、えらい重い。 郵便が届いておりました、うん、でまあちょっとこれどうしようかな、まあ、やるかやらないかはもう切りまあ、まあ、あの水かの方は全然やってなくてこれ水かの方はですねまたこれは対象商品が売ってねえから勝負のしようもないよねってまあこれは何すすすみんなすうん 私かん、ミつカンのお家騒動がめっちゃくちゃ嫌で、あのー、まあ、その、ムコとの,の方のツイートをフォローして。でもさ、あのー、こう、民意を自分に味方につけるためには、フォローバック必要だと思うよ。フォローバックしてくれないから、切ったわ、この間。 あのもう「いいあなたは」みたいなやっぱフォローバックでしてくれたりとかあの自分よりもすげえなって思う人からフォローされたりとかするとやっぱなんかただそれだけでね一般ピープルはねあのその人の味方になるからね私は岩下の新生姜の社長の方から多分、ね、のその人からフォローされるなんて全く思ってなくてあのイワシカが当たってもう単純に可愛いと思ったからね。 絶賛ししたたツイートをしたわけですよそしたら「あのいいね」の上にフォローまでしてくださって私がフォローバックをするっていう形でなったんですけどなんかあの炎上した時にねなんか今回都知事選のひまそらあかねさんをなんか 擁護するというか、支持するような胸のツイートをして、頑張ります、頑張ってくださいみたいなやって炎上したとかっていうのが新しくて、不買運動とか、もう個人的にやれよって気に入らないんだったら、そういった気に入らねえなって思ったら、個人的にやればいいのに、なんか、イワシャの新生姜を不買運動とかさ、なんちゃらとかって言って、私は個人的にやるからね、個人的に。個人的に巣は飲まなくても全然生きていけるんで、これもなくてもいいとすら思ってるから、酢なんて。 だから、す、酸っぱいの嫌いなんでね。うんと調,調味料としても、酢なんか別に使わなくても生きていけるしね。レンコンの、なんかレンコンは、とか、ごぼうとかは酢でとかうじゃそれ別に酢じゃなくても、全然作れるからね。水で。酢って言ったら、なんかもう、あまりにも強烈な酢の味が中に浸透したら嫌だからって言って、私は酢使わないんですけど、これなんとかの酢、半とかの酢とかって言っても、 うん、この辺が健康になるかもしれないけど、クソ高いんだよ。そして、なんかあの、あの、ミツカンの検証がせこくて、で、なんか、あの、社長が私服を肥やすみたいな、なんかそれが納得いかなくて、もうミツカンの検証ってせこいからいいや、みたいな感じで、まあ評価できるのは、素じゃなくて、メンツエのやつは、 まあお題だっっったららちょっと買ってもいいいかなぐらいなぐ感じの中途半端な不買運動なんですけどねこっちも対象商品でこれくらい応募しやすいやつだったらまあ飲んでもいいかなぐらいな感じでマジかよなんか緩い不買だからサントリーは嫌いですサントリーは嫌いですなんか社員の人 とかは企業を背負ってるあのこういうね消費者にダイレクトアプローチするような、えー、企業にお勤めの方はですね身を正した方がいいと思いますよ。あの誰に対してもあの無駄な行動をする方がですねこういいと思いますよ。感じいいなって感じいい社員感じ悪い社員からはですね 感じ悪い人材しか育たないと思ってるんでねあんなのがね混じってたらマジになんか嫌になるわパワハラとかセクハラとかで有能な人が辞めていくみたいなすごいこいつがダントとクく私には思い浮かんでくる感じですねなんかもうはいもう一気に嫌いになってる感じですドラえもんが、えー、検証の商品なんですけどまあ別にドラえもんそれ欲しくないからいいや別にみたいなはい。 あのー、あね、ドラえもんといえば、等身大ドラえもんを N 国の立花投手が買って、私 N 国信者でも N 国アンでも何でもないんだけど、とか別に悪口を言うとか、そういうのではないんだけど、可愛い,いなと思ったのが、等身大ドラえもんを、多分ね、立花投手ドラえもん好きだよ。 彼女が好きなのかも知らないですけど、だって ABC クッキングでドラえもんのケーキ作って、写真パチってつってツイート上げてたりとか、あと、この間は、等身大のドラえもんを買って、あ、サスケくん、でかいドラえもんが来たよ、とかっていう、なんか投稿、かっっとか YouTube だとけのかなんかがあって、うわーって <laughs>、なんかすごいなんか、ずっと細部ばっかりしまくってて、なんか怖そうなんていうか、なんかこう、関わったらいけない、 私はもうなんかこれ以上なんかあの揉め事とかに巻き込まれる時間がちょっと嫌なんで時間もお金も嫌だからあのちょっとでも危険が感じられるのであればちょっともう申し訳ないが関わるというよりは、まあ、ちょっとちょ,ちょっとこうね か関わらないように、うん、なんか意,見意見とかも別にあのしないようにって思う方のもうこれサラリーマンはそういう感じ無難にそのなんかいちいちさ自分の正義をさ振りかざしたところで何のところにもならないもう時間とかさあれを失うんだったらもう黙っときましょうみたいな最近ちょっと大人になったんですけどあの、うん、ポスターのことやって,てポスターの掲示板のやつとかでも結構。 心がかりかけてたどう自分の思った感想とかを素直にストレートに言ってなんか裁判とか訴えられたら嫌だなっていうのはねちょっとちょっとだけなんかのよぎりましたんで、うんうん、どうかなとは思う部分もあるけれどもでも権利は権利でどうそういうのを気に入らないと変え,変えなきゃダメしようみたいな、うん、感じで。 まあ思うところはありますけどなんかいろんな奇抜なことをやってすごいなんかあのあれなのにドラえもん好きなんだなってあこの人はいい人なんだなってなんか心の中があのすごいなんかドラえもんがど等身大のドラえもんで「サスケくんドラえもんだよ」ってそのものをぬいぐるみ自体が本体が好きだったりそのぬいぐるみが自分のしりし欲ですごいなんか欲しいって思うんだったら多分ねワンコアに近づけないと思うよ。 うん、あとなんか猫とか,なんか1月1日とか12月31日とかに彼女の介護看病に行ってインフルかなんかになって寝込んでる時の「あのミャーミャー」とかいうあの猫猫すごいいっぱい猫がいた時の最初ね私サスケ u 君じゃなくて猫だったんだよ。 なんかこういう動物をこんだけなんか愛せる人は多分いい人みたいな。で、なんせ猫がサスケくんになったのかちょっとわかんないんですけど、あのー、あのね、サスケくんはね、近くでポスター見たら、すげえか,かわいい。かわいいっていうか、高貴な犬みたいな感じで思えて、で、その高貴な犬、あのー、あれはねですね、ねえ柴犬,犬秋田県柴犬 ちょっと犬種もよくわかんないんだけど多分ね絶望ラインコが飼っているオオカミのまつ末えと同じだと思ういやーなんかうーんザ・犬みたいな感じなんか犬もいっぱいいてじゃあ自分が私はちなみに犬と猫だったら犬派です犬派です猫嫌いなんで、えー、犬派なんですけどだって猫ってさ家庭外いい行っちゃったりとかするじゃん で、都合のいい時だけ帰ってくれたら、なんとなく好きじゃないんだよ。犬は、中堅八甲みたいに、飼い主様をずっと待ってるとかね、感じじゃん。かなんか犬の方がすごいなんかあの、素晴らしいなって思うんですけど、それは人の価値観だと思いますが、多分ね、あれ、絶望ラインコウと同じンコだと思うんだよね。狼の末裔とかって言い方だよな、とか思って。うーんだ動物と一緒に、あの、 生活できる人って心が優しくないとうんダメなんだゃないのって思ったんでだって自分を犠牲にして自分がどんなに疲れても散歩行かなきゃいけないんだよ散歩やばくない私だったらちょっと無理だもんもう疲れてる時は外なんか歩きたくないからちょっと犬を飼えるまでのあれは人間力がねえなって思ってるんですねうん。 命命ね、命だね。だで、ちなみにこれいあの今整理してて検証ハブ機とかもね整理しててか東芝オブレンジを見るとやっぱりなんかこう胃がキリッと上がってくるんで胃がキリッと今ジャパネットで買ったですねあれジャパネットっていうのはジャパネットっていうのジジャャパパネネッットト。っってて、言 ジャバネットどっちなのかちょっと発音がどうなのかわかりませんが、ジャバネットで買った、えー、東芝の石窯道具をうち使ってるんですけど、ジャバネットはね、当たり外れがすごい激しくて、たまーにコメントいただくんですけど、エアコンね、多分ね、私はダイキーのエアコンを購入したんですけど、多分2年前か3年前も1年が早いんだけど、どうですかって言われたら、これは多分外れだね。 でさお掃除機能付きなんだけどいきなりもう多分ねあんま掃除とかしてなくてまあ、使用頻度も使用頻度がどうのっていうよりは多分もう一回でも使って稼働するとそのカビが発生したらそのカビが繁殖してってどうにもならなくなってくると思うんだけどお掃除機能付きみたいで勝手に掃除してるのか何だか分かんないけどホコリがすすみたいな感じになって落ちてくるんだよ。やばくない エアコンクリーニングしようかなと思うんだけどエアコンクリーニングの費用が1万8000円ぐらいかかっていやその前にエアコンクリーニングの前にさちょっと段ボール片付けなきゃいけねえなとかいろいろ思ってるともう夏突入しちゃってもう臭い空気でも冷えた臭い空気で我慢するしかないじゃんみたいなそんな感じでですねいるわけですよこれ臭い空気を吸って生きるのと エアコンクリーニングもちゃんとした業者に頼まないと気休めのさスプレーぐらいしてさ大してクリーニングしてないのにエアコンクリーニング致命してないで1万8000とか取られる場合があるんでそれはちょっとねちゃんとしたところ頼まなきゃなって思ってあと買い替えるにしてもさ、ま、ず3年しか使ってないのにさこれ買い替えるのもどうかなとも思うしうんちょっとまあ外れといやズれなのかなと思って。 ったりしてますあのあと東芝の大正解もうん外れたと思いますあとはねシャープのプラズマクラスターが意味わかんねえみたいなコメント頂い,いたんだけど私もうんあ効果があるのかどうかが全く、まあ、空気清浄機シャープ使ってるんだけどうんかんねえよねっていうところはあるんでうん。 今成功してる友達たちは、えー、有能な社長の、えー、友達たちはですね、えー、白熊くん買ってたんで「あっ白熊くんなんと先に言ってよ」って日立ですね買ってました、うん、うんとあとは私が使っててえっ、ー、と女子付きはパナソニックいいなと思ったりするんですけど女子付きね。 パナソニッックのハイブリッド助手付き3台使っておりまして、はい、でこ,れこれを見るとキュンキュンするっていうのはちょうど、えー、電子レンジがぶっ壊れてあの買い替えたかったのにあの毎回毎回ボーナスにな,なるとあのこう、ね、普通だったらドボーナスの都度に買い替えていこうって思ったりとかする機会をですねもう4回連続奪われて。 何年ぐらい苦しめられたとかっていうね、ことがございまして、本当にムカついている次第でございます。はい。子供をね、子育てをしている一番いい時期をクソババアに奪われて、あれはやっぱりね、もうん、なんかこう、もうん、過ぎたことだから忘れるしかないんだけど、忘れられないくらいムカついてんだよ。うん。許すまじみたいな。許すまじなんだけど、もう関わりたくない、 許すまじいの方なんで、まあ、周りから、周りからっていうか、うん、関わりたくない許すまじなんで、関わらないでください、二度とで。あなたのことは大嫌いですっていうのうん、言うしかないですね。あもうひどい目に遭いたくなければ、あの、バックソババアと関わらないがいいですあ。少しでもね、誰に対してでも、そういうな、なんて、自分だけは、こいつから好かれてるって思うのは、大間違いだよ。 そう誰に対してでも、そういうクソみたいなことをやってくるやつは、あの、なんかムカつくスイッチが入ったら何するか分かんないから、関わらない方がいいよ。とにかく、関わらない。人生っていうのはね、意外と短いですからね。ねバカとか関わらない方が絶対にいいと思います。一時に仲良くても、平気で裏切るやついるんで、私は一回仲良くなった人を裏切るっていうことは、な嫌いになったとしても、敵、 ていたくですね。なんか、あの、なんか、攻撃をするタイプではないので、無害を、私と関わったとしても、無害ですよを、心、心を構え、構えて、心構えてるんで、っていうのかな。あの、うん、それを思ってるんで、関わって、住所とか名前とか電話番号とか知ったとしても、とって、人間なんで喧嘩したり、仲たいになったりとか、別れたりとかするけれども、 その後で追わないっていうスタンスなんでね。無害。無害。はい、はい。無害です。はい、これ、な、もう、いし、東芝オールネジを見るたびに、なんか。なんとなく、なんか、うん、いや、嫌な気分になって。でも、七月31日までの検証でございます。いろんな検証があって。なんか、マニアックな検証、まず見つけて、応募するっていうことが、まず第一に。 えー、当たるためには大事だと思います。えー、この丸さんの方の投入は、スポーツウォッチとかちょっと、えー、でもな、カシオのさ、スポーツウォッチなんか、仮に私がよ、可愛いと思ったこの白いスポーツウォッチみたいなやつ、えー、えー、G-SHOCK みたいなやつ、いいな、価値があるからいいなと思って付けてたら、カシオの腕時計を多分つけてたら、 貧乏こじきとか思いっきり罵られそうで、やだ、やだわ、マジに。はいわ、うん。もうちょっと、あの、いや、でもな、カシオもな、世界的にはなんか、すばらーってなってるな。もね、なんかやっぱカシオの、あの、時計とこ、こういう系のさ、黒いカシオの時計と、あとあの、靴の、あの、ガーって、安い靴、なんかもう、なんかもう、 あんじゃん安い靴あれを履いてるじじいを見るとまあこいつケチなんだなとかこいつは貧乏なんだなって思ったりする結構見下す傾向にあるかもしれないなんかあのこの人を見てるなっていう人は大体なんか手元と足元見てる足元を見るっていうのはそういう見るんじゃなくてさーって見る時になんか別に T シャツと短パン履いてたとしても靴がまあまあそれなりのやつだったら うん、だからなニューバランスの N の文字とかじゃないからさどこで買ってくんのあれっていうなんか1000円ぐらいの靴すげえなんか破れる文字使いますけどけそれはなーもう50過ぎたらただのなんか痛いやつだぞマジに破れる前にちゃんとしたの買えよみたいなもうねあの中高年はね安いものでどうにもならないの若い人みたいに。 もう安い靴を履いてると、なんかこう、転びやすくなるとかね。人転び、あのひと、人、人転びで、あの、骨折なんかしたりとかしてね、その骨折が結構、あの、骨とかもさ、治癒力とかもさ、もう全然こう20代とか10代とかと比べ物にならないくらいなんで、普通の、なんかこう、10代の子が、なんか、 溶けて転びました骨折しましたって言ったらすぐ復活するけど10代とか20代とか30代とかねもう50代とかになっていったらもうあのそこが結構な古傷になってもう <laughs> 治るのも時間かかるし「そこがあれで」っていうなんかうんいいことはないんで足元はしっかりしようぜ安い靴だとあのこけたりとかするよ雨とかの日につるんとなって。 そういえば木島さんは靴っていうんだよ広島の人って靴って言うんですか靴じゃないのそこすごい引っかかってんだよであの「いい靴を履きましょう」とかって言って靴がやっぱりよくねどうコーナーだとなんとかだと思うんですよね私は靴がえ靴が靴がってもそこばっかり気になっちゃってやっぱりその。 人のいいコツを履いていると「いやーもうそこばっかり気になっちゃってさ話が頭の中に入ってこないよ」みたいな回がありました。うん あの私は結構大雑把なんで靴をそんなにピッカピカに磨くようなあれじゃないんですけれども毎回靴を履き終わった後に30分も靴を靴を磨くとかって言って,いて30分も靴磨くやついいのマジにありえねえ靴なんか磨いたことねえよ靴を洗うのも私は洗濯機で洗うタイプなんで結構ね賛否あると思いますよ靴を洗濯機の中に入れてあの洗濯機で靴だけ 洗濯機なんか入れてグーってもう楽じゃんあの形が傷むとか形がどうのとかそういうんじゃなくて楽じゃんってそしたらなんかコインランドリーで靴専用のコインランドリーがあるみたいなんですけどあれ結構大人気らしいんですが水節のさ親父の次にさ嫌だよな洗いたくねえよなだと自分の冷,冷蔵庫で洗濯機で洗えばいいじゃんってそんな感じですね 洗濯機が悪くなるんじゃねえのって結構靴を洗う時にカン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 そんなことでよ悪くならないだろう」うん「家電なんてもともと10年でサイクルを買い替えなきゃいけないって思っとかなきゃいけないんだからさ本当に大変ですよ新婚で結婚しましたであの10年で家電とかがき並みだめになってもう冷蔵庫なんかダメになったら我慢とかじゃないからあのまあ こちらのですねオーブンレンジは我慢してなんとかなる。我慢してなんとかなる。でも、冷蔵庫は <laughs> 我慢して、我慢できるもんじゃないよ。うん。機能が劣化した冷蔵庫を我慢して使うっていうものにならないし、あとガスとかガスコンロみたいなやつ、あれも我慢してなんともならない。給湯妄想だってお湯入れなかった風呂にも入れないからね。シャワーがあの水しか出ないとかね。風呂 もう沸かかせられないとかねそのなんかタオルであのこう風,風呂がないからタオルで拭きますなんてね芸人みたいなことはできませんよ、うん、今の多分あの売れないミュージシャンの方とか芸人の方とか劇団員の方だって「風呂なし水」ってタオルで拭いてますとかあのなんかあのこうキッチンのさシンクのところで、ね、あやかんのお湯をかけて。 ただたらいでどうのとかってそれはねちょっと時代じゃねえなマジに今今多分すげえ貧乏な人とかでシェアシェアハウスみたいなところで生活したりとかするから全部共同でもいいからちゃんと人取り揃ってる方がいいとかっていう感じの時代ですよ今今今の人たちは多分そうですよ昔のなんか売れない 芸人の方とかミュージシャンの方とか劇団員の方とかっていうのはなんかもうなんとかそうとかいうくそぼろいところに住んでそのふ風呂がないとかすごいあの環境でさ大使飲んでラーメンを割って食うとかそれくらいの感覚でっていうのは多分もう今の人たちはそういうの絶対ないない、うんはい、でこちら 冷凍食品キャンペーン。これね、酒場いさんも応募するらしいです。いや、ぜひ、いや、私これ当たったのは、この王子のトークショーだけ当たったんで、な当たる気がしない検証の中のね、結構、あのー10、10本の中に入るぐらいな感じなので、私はこれ成功体験がないので、当てたいかなと。ただ、 えー、いらねえかなっていうやつが多いですね。アイデース、大山スリム、冷凍庫コース、冷凍庫、冷凍庫といえばですね、私はシルバーライフでやっと注文できましたよ。株主代を使って、シルバーライフの数、あれ、まあ、よくわかんねえ、まじに、うん。普通にクレジットカードで買う分には、そんなになんかさ、悩むことはないんだけどさ、使える、使えねい、これと併用不可とかさ、あれとはクーだとかさ、すっげえなんかも大変。 で、定期コースで。ねなんか冷凍庫が、あの、貸し出し、貸し出しっていうの、新しいのが来ると思うんだけど、あちょっと今年の夏は、ちょっとあの、毎週コースみたいなやつで、10毎週14食が来るっていうやつで、えー、ちょっと冷凍のやつをドタン機でちょっと頼んで、で、なんか後で冷凍、 こ冷凍庫貸し出した冷凍庫は返却するみたいな感じでいかんなく冷凍食品を楽しんでみようかなって思ってます今年の夏はもうね買い物に行ってね無理だよ体力がで夜になるとドライブ好きですとかって言ってやってやれるのは多分30代までくらいだと思うよもうこれちょっとだんだん 40とか超え、四十とか超えてくると、なんかね、運転にだんだん自信がなくなってきて、夜は運転するの怖いよね、になってくるのよ。夜はちょっと怖いよね。だから,だからじ、事故ったりとかしたら嫌だなっていう、保守的に、思考が保守的になってくるんで、ちょっとね、あとは、あの、私はあんまり、日中のカンカンの日照りんの時に外に出るのは、あんまり、なんか、 苦手な感じで体が動かない感じなんだけど、あの別に日光恐怖症とかそういうわけではないんだけど、日光に当たるとその分なんかあの、だダメージが強すぎて、車で運転して車で移動するからいいじゃんと思っても、車ってガチに日光、一応なんか黒いあれをフィルムみたいなの貼ってるからダイレクトではないにしても、それでもなんかやっぱり腕が、 焼けたりとか、顔が焼けたりとか、なんか出てる部分が焼けたりとかして、やっぱダメージを食らうんで、夏はちょっとね、あんま出かけたくないよねっていう、そういう感じでございます。で、冷凍食品を、ここぞとばかりに楽しんでみようかなと。まあ、あの、うん、だけ、だけよななんかちょっと課題が満席だよって、うん、課題満席ですか、課題が山席。 だよみたいな、な感じだと思います。なんか、一回一回1食、なんか、なんか14食頼むのに、1000、980円の送料がかかってます。980円っていうのは、まあ、14食っていうのはどれくらいの大きさかわかんないけど、980円かかります。で、ちょっとしたなんかさ、小鉢みたいな、プラス一品多くな,なるみたいなコースを頼んだとしても、あの、またプラス980円とか、 はねちょっとねクソじゃないのって、まあ、なんとかすべきだと思いますよせっかくこの何か買いに行けませんとかって食事も自分で作れませんって弱ってる人からさ金を踏んだくるみたいなそういうんだったらちょっとなーって思ったりシルバーライフはあの株主優待がな、えー、くなって廃止になって、まあ、さらに株価も暴落してまあ今後どうなるん かなっていう感じですね、まあ、あの結局投資で損をしないためには長期で持ち続ければいいだけなんであのあの株価が下がって売らなければあの負けないから大丈夫負けないからマイナスだったらずっと持ってればいいっていうあ自分の寿命との勝負だよ間違いない。 間違いない。私、株で絶対に負けないからとかって言ってても、あの、売らなければ、確定しなければ全然いいわけだからね。うん。まあ、そのえぐ、えぐいなんか株主主体がなくなった瞬間に、えぐく株、株価を暴落しましたけど、あと、権利。 え前と権利落ちとかの前後で売買とかするともうえがい銘柄ではございますがうーんまあこれからね少子高齢化がどんどん進んでいって本当に料理も作る気力も起きなくなってきたりとかするんだよ。どどんんななな気持ちになるのかがあの分かがいけど でも多分買い物行っても、まあ、車の運転一つを取っても、やっぱ年々なんかこう、やっぱ運転する自信がなくなるみたいな感じに、こう気分になってくるから、そうするとこんなに余裕をもあの、余裕ぶっこいてですね、何を買ってくるとか、できなくなるのかな、みたいな。まあそれでも子供がいればさ、子供に買ってきてもらうとか、通販を利用するとか、それなんとか、慣れちゃうなんとかなるかもしれないけど、うん、まあもう、この間のなんか、 高齢者体の、うん、目の見方がどんだけ変わるかっていうあれの体験をしてただでさ今これなのにもっとこれ見えなくなってもまだ生き,生きているっていう定義が続くんですかみたいな感じちょっとなんかあれは食だとはマジに、えー、なんかご飯とかもさムース食みたいな感じムース食なんか作れないからさ離乳食だって子供のためだと思ってあのちょっと限られた期間 どんどんこうステップアップしていくじゃん。それを楽しみながら作るのはいいけど、ずーっとムースでずーっと行かなきゃいけないみたいになったら、これ作るのは無理だぜ。自分でそのムースしか食べれない状態で、自分で作るのは無理だぜみたいな感じになってくるからさ。それをなんかね、健康食はね、健康な人はもう自分の時間を、 もう冷凍で置き換えてなとかできないとどうなるのかちょっとわかんないんだけどうんもうちょっと頼んでみないとねでもい,いっとコロナの時にこういう冷凍のさおか冷凍おかずなんとかおかずが結構流行ったじゃん,なんちょっとうんうん、うん、なんか試食をさ頼んでさ「無料なのにむきいいねんべけとか言ってるけど相当金払ったからねマジで今回あの初回注文とかも。 金払ってるからねもうでなんか株主優待を使って3万円分持ってるから1万円分入力しちゃったらもう入力したら1回でもうそれダメですと言われたからしょうがないからじゃ14食セットを2個くださいみたいな感じででなんか21食セットでお金がちょっと安いですよみたいなあのお釣りは出せませんよっていうやつよりも。 2個頼んで自分でそうお釣りがなくても自分でちょっと払う方が気分がいいですよってお釣りもらえないんだったらみたいな多分そういう考え方っていうのも人それぞれだろうな,みたいなでも21食の方試した方がよかったのかなでまあいろいろあの早く決断しないと時間がないからさパッ決断してあとからなんかあ失敗したかもとかって若干思ったりとかはします。 個人的にね決断は早い方ですやり方がなかなかねついたいちょっとねは,はいえ最短で届くのが17とかいう17日とかに届くとか言ってたんで今週末は冷凍庫が来るスペースをちょっとあれしようとでまあこの <laughs> シルバーライフで などんな冷凍庫が来るのか分かんないけど冷凍庫一つ確保されたんだったら冷凍食品を他でも買いまくってこようかなと思ってそうワクワクしてますうちの近くに冷凍食品のまあ新売りのかなんかで冷凍食品専門店ができてあとはなんか名店の冷凍の無人の24時間とかって冷凍のやつがあったりとか土エマンとかもあったりとかするんでそういうのとかも。 冷凍庫か1個あるんだっったら使ってみようかなと、まあ、ちなみに今、あのー、買い物とか全然行けてないのでもうどんどん冷凍とかもどんどんい冷蔵庫の中に入ってるものからどん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 なんかこう食べていってると今スカスカ状態なんだもうやばいんだよマジに、うん、はいでこちらのですねあアイスクリームこれもやばい何がやばいってあのねはっきり言って アイスって美味しいアイスとまずいアイスとあってですねこ。私はこのほぼのアイスっていうのはあんまり好きじゃなくて、もともと冷たいものあんまり好きじゃないんで、アイスは好きじゃないんだけど、でも、ハゲンダッツは美味しいと思うんです。で、たまに食べたくなったりとかするんだよ。年間何回かぐらい。で、今ちょっとアイスにハマってて、こう応募するためにちょっと頑張ろうと思って、アイスにハマって、 で、えー、っとね、ウはまずくて食べれない。う、クイーリッシュはまあ OK。これは寝ながら食えちゃうから、危険。危険信号ですよ。もうは、あの、丸。美味しい。丸。で、スーパーカップーも丸。これなんかで層が一番、これない。ここにないけど、層が一番クソ。ジャイアントコーンも、この間ジャイアントコーンの検証で当たった特別のジャイアントコーンみたいなやつ。 意外と美味しかったこれなんかナッツが乗ってて嫌だなと思ってたんだけどなんか思ったより美味しかったこう100円ぐらいの大体おおよそ100円ぐらいのアイスでまあい,いい感じだよこれあの門はね美味しい門はねいいですよ好きなぜかというと箱みたいなのがあってこのカップがこう覆われてる感じなんで応募する時に もう食わなくても応募できるってところがすごいいいんですスーパーカップはとりあえずカップを洗って頑張って取ればなんとかなる一番クソなのはクーリッシュですねこれはここのあのもうベロベロってなってるところを切ってさやんなきゃいけないからでもうそれを取っとくっていうのもさちょっとちょっと苦行な感じでちょっとこのアイスのやつ 3枚でさ、1個応募するのも、ちょっとね、今ね、郵便料金に上げてね、ちょっとねって思ってるんですけど、でも、うん、ちょっと応募やってみますこの冷食とアイス。アイス、ね、ね、チチアイス、すごい美味しいなって思っちゃう時期みたいで、やばいんだよ。もう食べ始めて、まあ、もうなんかって思ってたの。でも ハンんッつ、ここ対象じゃないからさ、もう買うしかないじゃん。で、これは、えー、森永乳業なんです。はい、森永乳業なんです。さっきのやつは森永製菓と森永乳業とアイスが別々にあるから注意しなきゃいけないだこれは森永製菓が出してる検証なんで、これとは並行できないんだけど、ちょうど稲城屋で、森永乳業の商品を買って、みたいな。 えー、キャンンペーンがありましてでこれをね6個買ってきたわけ5個じゃ、えー、税抜き540円とかいかなくてでしょうがないから6個買ってきたの。で食べ始めたらこれやばっうまっみたいな感じになってハマっちゃって、あのー、調子こいて食べてたらお腹をね炒めちゃってさやばいんだよアイスは、あのー、いっぱい食べるとお腹壊すわよって。 よくお母さんが言いそうの定番のさあれじゃん子供がさアイス美味しいとかすごい全部全部で,あ全部で一気に全部食べるとお腹壊せるよよ当でにそうだなって思ったいやこれくらいの年齢なんでね1個全部食ったぐらいじゃお腹壊さないけど、まあ、2個3個食い進めていくとお腹壊すねやばいね注意が必要ですあの特にあのババアの皆さんはですね 自分の体温より低いものを食べるのは実に健康によろしくないので体温以下のものをあの氷をねかかに入れて飲んだりとか飲食食べたりとかするのは自分の体温よりも低いものを食べるのは健康にはよろしくないので注意した方がよろしいと思いますもう人のこと何も言えないんだけどね氷ガンガンあと氷ガンガン入れて飲む人って糖尿病の傾向,傾向があると言われてたりとかするんでねうん <laughs> ただ私は私は氷をあれ自分でなんか作ったあの安い勝手に氷で出てくるあれを使わないでロックアイス買ってるよっていうのをバイルドにあのクソババアに自慢するためにもう私はなんかもう水すらケチるぐらいのさケチ貧乏ドケチ貧乏ドケチ貧乏小乏だ貧乏乏ケチ乏乏思われてるみたいだからさ。 いやもう氷はロックアイスをコンビニで買ってくるよっていうのをさちょっと言っとかねえとなと思ってしつこく言ってるだけなんで、うんはい、そういうことですいやでも何とかんでいってプラスに考えるとですねあのちょっとこう自分のストレス解消に文字だけだとさやっぱブログとかってあんまなんかこうまあみなタイプな方なんで毎日毎日カカオ止めもなんとかやれ,れるけどうんどう なんかね、モチベーションが続かないんだよ YouTube の場合は、まあ、とりあえずしゃべるだけだからバーっていう感じあとはだからその毎日「別に私は生きてるよ」っていうのをアピールするためにこうや,や,やり始めたら。 なんかこう生存確認じゃないけど風邪ひいてる時もこうやってアップするわけじゃんあ,あれ風邪ひいてる時自分が健康な時に風邪ひいてる人の声聞くとむちゃくちゃなんかあのき聞きづらいというか続行するのこう聞き続けるようなきついものがあるなって自分で客観的に思ったりとかもするんだけどまああのとりあえず風邪をひいてもしゃべるぞ私はみたいなところをねあのう気合でこでやり続けるっていうのを続けた。 成果だったりとかするんで、まあ、ポジティブに考えると考えるとんどうにもポジティブには考えようがないんだけどさでもやっぱりちょっとうん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 なんやがてその反骨精神みたいのがなかったら続けられないとも思うしかないよ。 と何としてでもいい風に考えて乗り切ろうと思ってる次第でございます。検証はですね、応募しないと当たりませんので、今はなかなか当たってなくて、こう、検証がやりたくねえなって思って、検証のやりたくない期間っていうのは絶対にあるんでね、割と当たってる私でも、検証が全くやりたくない期間っていうのが、まあ、1ヶ月に10日間ぐらいですね、大体。10日間ぐらいは全然なんかもう、 スーパーにすら行きたくない。もう、意図的にスーパーに行かないで、マルセとか、あとは、デパートに逃げる時、あります。はい。あと、外食に逃げるとかある、<laughs> あるんだよ。うん。なので、でも、まめに、検証、応募していかないと。で、もっと、 すごいやる気に、もう、ち溢れてる人は、いろんなとこからの検証の、なんかネットからでも、細けぇ検証を探してさ、応募し、この,の私なんかはもう、はがき、見たはがきで、勝負してるくらいなレベルだから、そんなにも苦労しないんだけど、探しにって応募して、なんとかでとかつって、やってる人とかもいるんでねう。んうんうん えー、そんな検証あったんですか？みたいな感じのただ、あの youtube とかでさその細かいさ。そういうなんか本当のなんか <laughs> 細かい検証のさ。サイトでこれでだだ。どうこうのとかってやるとさ。結局、自分の首を自分で絞めるようなもんなんで。そういうもんですよ。カメラマンのクソババアなんて自分たちの中でしか共有しない。 情報と雑誌かんかで金もらって掲載までしてるのに真実の情報は伝えないっていうところがあるのこれを雑誌に載せちゃうとうわーってこう人がそれをねめがけてきちゃったりとかすると株価が落ちたりとか価値が半減したりとかするからって言ってあの本当の価値ある情報は自分たちの中で収めてて出す情報はそんな大した。 知ってるよぐらいな感じのしか書かねえっていうその闇がねやっぱなんかうん検証にも若干出ますよ本当にあのまあ検証の場合はスピードがね雑誌の発行に間に合わないっていうのがあるからどうにもならないんですけどね。だっっててこうやって ドタンキの検証ではーってきてその土壇期の方が当たりやすいのはわかるんだけど土壇期の検証ありますよって言って原稿書こうにもどんだけなんかギリギリまで頑張ったとしても2か月ぐらい先でこうね印刷して店頭に並んでその人のところに手に取るまでに期間がかかっちゃうんであのどうにもならないってところは。 言いななくもないななですまあ,あの本当のことを書かなくても自分の首を絞めてまで人々にちゃんとした検証の情報を与えようって思ってるね気持ちがあったとしてもどうにもならないのは検証の方はまあそういうなんか事情があるからまあなって印刷までの時間店頭までに乗る時間とか編集する時間とかそういうのを考えるとまあ仕方がないかなって思えるけど株のあれはね本当にクソだなってうん。 思ってるんで、うん、ということでございます。なんかまた終わりがなくて申し訳ございませんが、1時間喋りましたので、ご視聴ありがとうございました。